ワイルドめっちゃ親しげになってる、フランクになってる。 STC ようこそ。あ、はい。ということで今回はスターダムボスの強化天皇し、してんのちゃうわ。スターダムボスの強化の再戦やっていきたいと思います。はい、一回断っちゃったんですけど、はい、行きましょう。さあ、多分めっちゃ強くなってるはずなんだよね。まあでもさすがになんか改造のスターモービルは使ってこないと思うけど。あ、そう、1日1回なんですよね。だからいわゆる金策目的に使います。はい、手打ち、あ、うー、はい、そう、うち悪タイプめっちゃ強いからな。はい、ワルビアルか、変えましょう。ベニバル、まあ防御特防を元に戻すっていうのもあるんですけど、地面タイプ入ってるからあんまり相性良くないんだよね。比較的攻撃で下げられる。じゃあインファイト、 OK、 防御特防が下がると、ドンカラスか、変えましょう。ドンカラスか、じゃあルガルガンでいこうかな。悪飛行タイプなんでね。よかな、タイマーボールか。金脈に。結構時間かけて捕まえたんかな。さあ、その位置当ててくれよ。OK。まあ、うちネモちゃんパーティーが実質生徒会長同士の対決なんやけど、ボド下山、はい、まあ、悪4倍だから、まあベニバルでいいか。あの時の小刀が進化したかな。はい、ボド下山あと4倍です。前回の動画ではお世話になりました。鉄のイツハ倒してくれてありがとう。はい、マフィーチ、マフィーチフ、マフィーチフ、じゃあこのまま行きますか。おう、まあ、ちょっと横文字多くて何字かよく分からなかったんですけど、比較か、テラスターかかってくるかな。あ、使ってこないか。 OK、 まあマフィティフのテラスターはなんかペッパーの1000倍特許のとこあるしな。はい、ありがとうございました。あ、どうもどうも、11,880円、ジムリーダーと一緒やん。お疲れ様でした。で、話しかけたら、どうなる？はい、わかりました。じゃあ、次行きましょう。ネモちゃん、お、バイオズです。どうも、どうもです。燃えます。バゼます。一緒くぜ。じゃあ、ビッグボール。コツ、あ、コタツか。ヒデリかな。あ、まあ、否定はしません。はい。強くなった。交代するか。ルガルガン。いや、手持ち変わってるかなと思ったら、コタツのままやった。ウレトラ、まあ半減ですけども、そしたらちょっとステロマコかな。まあちょっと、まあ炎タイプばっかりだから刺さるからね、いろんな意味で。あくび、はい、
あーもうストーンエッジ行くか。よし当ててくれる。オッケー。まあ次交代すれば問題ないからね。まあ寝てしまう。ウィンディ、あーウィンディ変えようか。こいつよく避けられるけど、なんだ、左でミスタイプよく下がるけど、ガセップ素早さは勝ってる。こんなもんか。素早さが上がっていく。オーバーヒート、こう今日は次のターンで終わるから関係ねえ。さあ次は、おお、よしよしよしよっしゃ、グレンアルマか。グレンアルマ、あとカルボーが進化したのが、確か炎エスパーだったはずだから、ゴーストタイプは抜群で入るぜ。はい、ゼロダメージ。はい、でシャドウウォールが抜群。まだ出会ってないから、あの抜群とか表示されないんですけども、はい、まあこれウィニバルの下がって能力値を答えを持つっていう意味合いもありますね。敵ダンザン、敵ダンザン、はいはい、水ズでいいや。水タイプ打ったら多分あの特性ジョークさんが発動しちゃうので、地面技で倒したいと思います。まあ多分素早さ低いから多分先制できてると思う。はい、強くなった俺の敵じゃねえ。ヘルガー、ヘルガーか。じゃあ格闘技で終わらせたいと思います。おお、大丈夫、燃えへん、大丈夫。ヘリガは何かと縁があるよね。まあ最初のところといい、あのミライドンと出会ったところといいね。はい、悪炎なんで格闘4、格闘が抜群に入ります。4倍ではないですね、はい、2倍です。あーどうも、あーこの技一回も使ってないけど、あーお疲れ様でした。で話しかけたらどうなる。あーはい、じゃあファト行きましょう。あーどうもシューメイド、あ、やります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 。はい。最高。6体使いの襲名ですね。なんか、このポーズもなんか、あれっぽいのな。月光がっぽいのな。リピートボールか。結構、何度も捕まえてんのかな。おう。じゃあ、自信。オッケー。ウロロローンか。これ地面4倍だよな。鋼毒だから。いいっすね。普通のブロロローンも。あー、オーバーヒート。そんな使えるの。マジっすか。まあ、でも、ブイッチャーが全然。まあでもそれは半分弱ぐらい入ってるけど。OK。で、次はベトベトンか。まあ、このまま行こうか。ベトベトン、毒防は高めだけど、物理防御はそんなに
高くなかったはずなんで。なんか炎技使えた気がするな。ドレインパンチ。ああ、格闘技使えるのか。あ、どうだっけな。あ、確か、技飛ばすは使えたんだよ、炎技。けど、糸目とも使えないのかな。はい、オッケー。元のレベルが高くないポケモンだと、ひどいで、水毒なんで、パワー持っていきましょうか。まあ、最初は3人よ。元のレベルがそんなに、相当低めだったから、やっぱレベルが、めっちゃ上がってると、じゃあなんで最初からそれ使わなかったんだろうっていうのはあるんですけど、まあ、まずほっぺ取りすぎかな。防御は結構、投資か。投資か。守るみたいな技ですね。で、攻撃しちゃうとなんか、能力下がった気がする。気のせいかな。あ、毒か。毒になっちゃうのが。いやー、これきついな。まあでも、2回連続では使ってこないと思うから。多分、こういう守る系の技って連続して使っちゃうと、結構、失敗確率が高くなっちゃうので、ベノムショックは、毒タイプ、毒状態だと、威力が上がるからね。じゃ次、守る読みの、じゃあ、投資家読みの回復するわ。はい、毒なくなっての、回復。ベノムショック、あ、ついに殴ってきたよ。で、ご装備。ああ、その、投資家使ってきたけど、麻痺で、出せなかったって感じだね。OK。意外と苦戦するのは、まあ、普通にだって、ドキドキで普通に使われるもんな、対戦でも。ドラミドロ、はい。まあ、ドフドラゴン。どうしようかな、ヌメルゴン行こうかな。あれ、ハッタクさん使ってきたよね。まあ、ちょっとドラゴンタイプは、なかなか出す場面ないんで、今出していきましょう。はい。確かに。なんだ、ドキドイデの方が苦戦してんけど。じゃあ、何かがかっこいいな。じゃあ、竜の波動。あ、そういや、流星群。使ってねえわ、そういえば。600ドルですからね、こっちはね。竜の波動、おう、それで勝ってる。わー、鍛えられる。毒毒、はい。それ、悠長じゃない？次、守るとか使ってくる、もしかして。いや、まあでも、使ってこない可能性にかけて、次も一度殴るか。OK。はい、ありがとうございました。最初、ハッタクさんでチクッとしてんのかな。はい、ありがとうございました。てか、なんか、服飾担当やから、美術教師のハッタクさんと気が合いそうだし。めっちゃ揺れるやん。大丈夫。はい、お疲れ様でした。って話しかけたら？あ、はい。はい、来ましたよ。はい、来ました。あ、めっちゃ気に入られてる。ツンデレじゃなくて、もう、ただのデレになってる。さあ、行こうか、オルフン。ゴージャスボール。カニ持ちアピール。クレッピー。クレッピーか。まあ、地面タイプで弱点はつけるけど。いや、どうかな。もう、こっち、パルディア作ってねえぞ。リフレッサー。特定いたずら心、まあこんなもんか。じゃあ変えようか。でも次光の壁とか打ってきそうやな。さあラウドボーン、そう外役戦も使いやがってよ。はい、半減です。じゃあミミズも半減なんやけど、その辺どう思ってんやろ。はい、特殊技は、
リフレクターの影響を受けません。なので特殊技なんでね。はい、マリルリ、ヌメリゴンしようかな。ま、あのストーリー攻略してたけど全然使わなかったのに、こういうあのタブイベで使っていくスタイルをとっております。まあ、なんかめちゃくちゃいな。はい、パワーウィップ。あー全然耐えられるな。あ、そうか、抜群だもんな。まあ、いや、ドン1抜群疲れるんけどさ、うちフェアリータイプ弱いんだな、そういえば。全体的に。そう。次、電光、そう、おう、ちょうどなくなった、オッケー。あ、そっか、それの影響もあるんだな、リフレクター。そう、結構物理タイプが多い、物理技。が多めだからうち、まあネモちゃんが結構脳筋なんで、はい、スクーリン、はい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 、まあノーマルフェアリーだからマックス、これはもう普通にミミズを出していこう。なんかそれ重いな。なんか浮いてない。ああ、まあ、あの、水に浮いてるってこと？はい。まあ、プクリンなんか結構、風船ポケモンの一面、側面あるから、だからかな、パウチル。まあ、このまま行きましょう。パウチル最後？じゃない。あ、あともう一体いるか。この、うわぁ、そんな覚えてんわ。全然効かん。えい。わー、マジか。まあ、アイアンヘッド、打っていこう。何も考えず、A ボタン押すだけ。アイアンヘッド。オーケー。オーケー。ブリムロン、はい。まあ、ブリムロンこのままでいいか。まあ、一応、あ、まあ、世界、あの、パルディア作ってるんで、はい。まあ、エスパーフェアリーだから一応あのゴーストタイプのラウドボーンでも弱点をつけるんですけど、まあこのままいきます。はい、 OK、 ありがとうございました。一番苦戦した気がする。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。どうだ。おお、まあまあせやろ、主人公補正入っとるからな。はい、お疲れ様でした。で、話しかけたら？あ、はい。さあ、サーセン、サーセン。はい、どうも。ビアネ。てか、よかったらめっちゃ身長高いな。あ、まあ、行きます。あ、あの、普通に断っても優しく言ってくれる。てか、田中ちゃんおるかな？元気、田中ちゃん。はい、ヒールボール。お、コリザル。あ、コリザル。お、コリザル。まあ、ちょっと何来るか分からんかったから。はい、勝負します。はい、頑張ります。じゃあ、プレイヤーソング。まあ、格闘に打点がないんよな。じゃあ、パーティー。じゃあ、ネモちゃんパーティー。ケイ。岩なだれ、そんな覚えてんのね。まあ、多分、飛行タイプ対策だと思うんですけど、それが炎タイプにも刺さってしまいましたね。はい。はい、抜群。はい、で、特攻2段階上昇。はい、投げつけ猿。はいはいはい。いや、まあこのままいこう。投げつけ猿、多分エスパー単タイプよな。あ、どうだっけ、ノーマル入ってるっけ。あー、入ってないね。まあでもプレイヤーソングでいこう。もう特攻上げていこう。よっしゃ、もう2段階上昇やからな。これ3段階上昇やからな。オッケー。もう、シンプルに火力で押していく。タイプ相性つけないから、火力で押していく。
ルカリア鋼格闘なんで、そのクリアソング抜群ですね。どれどれ、ケイ、もう止まらんぞ、こうなったらもう止まらんぞ。66か、ごめん、ちょっと待ち上がったけど、ちょ耳つつでいきます。はい、地面タイプが抜群です。はい、剣よし、はい、自信を覚えてます。でも逆に弱点使える可能性あるんよな。あ、でも先制できたわ。オッケー、オッケー、ワンパン。エスパーがいたら4倍弱点になったんですけどね。このヨザル、はいはいはい、じゃあラウドボーンに戻しましょう。ゴースト格闘なんでね。てかこのヨザル、オコリザルの進化系やけど、オコリザルルも普通に使ってきたってことはめっちゃ好きなんやな、オコリザル系統。おお、どうかな、こっちまだフルで残ってるけど。じゃあシャドーボール、オッケー、よっしゃ。勝ち筋が残ってるとは何だったんだろうか。はい、夜になりました。白目になる必要ある。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。で、話しかけたらどうなる？あ、はい、了解です。あ、は、あ、誕生日でした。はい。はい、ありがとうございます。おお、めっちゃ豪華。あ、ちなみに誕生日に収録してます。はい、じゃあ、ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは。はい、ありがとうございました。